では最初のニュースです中野区の野方と松が丘でカードを預け現金を引き落とされる詐欺が発生しましたまず1件目被害に遭ったのは中野区野方4丁目に暮らす80代の女性です22日金曜日金融庁を語る男から犯人があなたのカードを使っていますカードを預けてくださいなどという電話がありました 話を信じた女性は、自宅に来た男にキャッシュカード4枚を手渡しました。その後、同居人が通帳記入を行ったところ、現金を引き落とされていたことが分かりました。続いて2件目、被害に遭ったのは、中野区松ヶ丘2丁目に暮らす70代の女性です。 23日土曜日、野方警察署を語る男からあなたのカードが不正に使われているなどという電話がありました話を信じた女性は自宅に現れた男にキャッシュカード5枚を手渡しました中野区内では警察官を語りカードを不正に使われているなどという電話が頻繁にかかってきているようです。 少しでも怪しいと思ったら一人で悩まず必ず家族や警察に相談してください。